世界で常識って言ってもさ、今も原発の時もこれが世界で常識ってみんな言ってたわけじゃない。要するに俺はもうちょっとざっくりした話をしてるんですよ。あ、時間なくなっちゃった。しまいました。あいつ態度悪いね。いやいやいや、お互い様じゃないですか。今回山本さんの詐欺師的な主張に有権者の多くが騙されなくて、僕は本当に良かったなって、やっぱり日本国民は賢明だと思いました。というのは山本さん、消費税がね、廃止だ廃止だっていうふうに言われていまして、これは法人税が減ってきた、その所得税が減ってきた、そして消費税が増えてきた。だから消費税を廃止にして法人税とか所得税をもう一回昔に戻しましょうって山本さん一生懸命言われてますけど、山本さんはご存知だと思うんですけども、1986年から今に至るまで所得税の改革は年収300万400万の方々の税率を下げる改革をずっとやってきたわけですよ。山本さん、消費税ゼロにしてね、その時に言わなきゃいけないのは、年収300万400万の方がさ、大増税になりますよっていうことをね、大増税になりますよってことをはっきり言わなきゃいけないのに、その高所得者のその税率だけをね、上げろ上げろなんてことを言ってですね、あたかも低所得者、中所得者、日本のそのボリュームゾーンの方々のその税金、そこが上がるってことを言わずに、消費税ゼロだゼロだって、これ詐欺師的主張ですよ。どうですか？全く当たらないと思います。これは。それからね、インボイスっていうものも廃止だ廃止だと。これインボイスっていうものが導入されると、この中小のね、零細企業の人が消費税奪われますって言いますけど、山本さん、事業者がこの預かってる税金っていうのは、この消費税っていうのは、我々消費者が預けてる消費、これ税金なわけですよ。事業者の皆さんはこれ本来納税しなきゃいけないのに、今は原則1000万の事業者の方は免税ってなってますけども、これよくよく考えたら、消費者、サラリーマンの方、源泉徴収でも本当に1円たりともこう税金をね、漏らすことが許されない、そういういわゆるサラリーマンの人たちが事業者にこう預けてる消費税を、これインボイスの制度で納税するのは当たり前じゃないですか。その税金の不公正をね、きちっと正すのがこれが政治の役割なのに、これ預かってる税金をそのままある意味、まあポケットに入れてもいいよなんていうことをね、一生懸命これインボイス廃止だなんていうことは、これはね、多くのこのサラリーマンたちをね、納税をしてる人たちをバカにしてるような話だと思いますよ。間違った誘導やめていただきたいんですよ、橋本さん。インボイスっていうのは年収、じゃあ年の売上が1000万円未満の小規模事業者ですよ、零細事業者ですよ、フリーランスの人たちですよ、一人親方ですよ。要は500万事業者の人たちが自分たちの生活圧迫しながら人生生きてる中で、その分消費税まで乗せちゃったらどうなりますか？何言ってるんですか？その人たちが持ってる消費税っていうのは消費者から預かってる消費税なんですから、このまま納税するのは当たり前じゃないですか。消費者から預かってる税金ですよ。もうちょっと消費税のことをね、勉強してから言ってくださいよ。あ、ちょっと待ってください。橋本さんのインボイスのことちゃんと勉強してくださいよ。言われてるんですか？いや、僕だって普通の事業経営やってるんですから、そのインボイスはちょっと待ってください。1000万円未満のところに消費税普通に乗せちゃったら、当然価格として消費税乗せられない人たちもいますよ。小規模の事業者たちは自分たちで背負ってるってことですよ。もう消費税分乗せられないって人たちの事業者いっぱいいますよ。その規模の多くの人たち、免税事業のことは間違ってます。それは免税っていうのは、消費者から預かった税金を納入しなくてもいいっていうのは免税の意味なんですよ。その免税の人たちが税事業者にならなきゃ商売続けられないじゃないですか。免税の人たちが、免税事業者の人たちだったら、消費者から本来だったら税金受け取っちゃいけないのに、免税事業者が消費者から税金を預かってるっていうところに適税って問題があるから今回正そうとしたわけじゃないですか。ちょっと待ってください。でもその前に価格設定の段階で値段を上げられないでしょう。